どうも、歩くアメリカ、直原あずまです。今日紹介する愛用品はこの着てるこちら、ワイルドジーンズセットです。はい、これは普段からずっと着てるんですけど、あのダブルアートのしんべヱさんと生ファローの石川がもうちょっとダサすぎるからって言って、一番合うデニムセットアップで教えてくれて、それを買ってずっと着てます。これね、一応見えますか、リーバイスレッドでございまして、年末の大晦日の、スポーツ、僕サッカーやったんですけど、サッカーもこれで行って、その時カッチカチやったこのジーンズを育てるっつって、でも今は味も出ますしね、めちゃくちゃ着やすい感じになってます。あ、ちょっと育ってない部分ありますね。まだ硬いか、ちょっと育てますわ。オッケー、はい、おい、育て俺のジーンズ、オッケー、ワイルドジーンズ。俺こそアメリカ。俺こそアメリカ。アメリカの感じあるでしょ。ちょっとこれからアメリカで行ったろう思って。鍵とかもあるんですけど。革です。これはしんべヱさんがいただいたユービズムっていうの。ナイスシューズ。靴もちゃんとチャックテーラー買いましたし。これもお気に入りでずっと履いてます。ようアメリカ。俺こそが。アメリカンスナイパー。これ着てるときは正直アメリカ人です。アメリカンコーヒー飲みますし、アメリカ語結構喋っちゃってるかもしれません。ビッグアメリカって感じです。以上です。あざしゃ。育て俺のジーンズ。オッケー、ワイルドジーンズ。俺こそアメリカ。俺こそアメリカ。